マリモの花最強武闘派小学生伝説は原作、秋元康氏漫画、霞優子による日本の漫画作品。リボンにいて2010年10月号から2014年8月号まで連載。秋元康氏原作、霞優子作画によるヤンキー漫画。左手に花の形のあざが浮かぶと無敵のパワーを発揮する小学4年生の少女、野上マリモが主人公で、 主な登場人物はすべて小学生と設定されている。し、イかし、単行本題一巻の帯に、こいつら本当に小学生か、と記されていた通り、登場人物たちは全員がとても小学生には見えないほど大人びている。また、この作品の世界では、小学校にもそれぞれの学校を仕切るヤンキーのグループが存在し、同志が派遣をめぐって日常的に構想を、 繰り広げているという設定になっている。リボン2011年11月号でキャラクター総選挙を実施。また、ゲームアイデア大募集でグランプリ受賞されたものが2012年2月より、リボン公式サイト、リボンワークワークステーションにて、花坂か、マリモとしてゲーム化されている。2012年3月にはアニメ化されイベント上映されている。RMC にて、全巻。 2012年3月18日以降、全国4カ所で開催されたリボンフェスタ2012でイベント上映されたアニメ化作品。主演に AKB48 の柏木由紀を起用している。リボン2012年6月号付録 DVD にも収録された。ありがとうございます。